皆さんこんばんは。マキアブロガーチームビセレブの小宮のりこです。本日は YouTube と連動してます。ぜひ YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日はほぼすっぴんで恐縮なのですが、先日マキオンライン編集部さんからとっても嬉しい商品が届きましたのでご紹介します。ちなみにこちら今日着てるシルクのガウンはビクトリアズシークレットのエンジェルちゃんたちと同じものです。こんな感じ。話を戻しまして、一つ前の記事でもお伝えしたんですけれども、8月は結婚式の準備に追われて、睡眠不足、疲労、お肌もかなり敏感になってました。まさにそんな時の救世主、はい、こちらジェニフィックアドバンスとデュアルコンセントレート、じゃん。こちら揺らぎ肌の時の1ヶ月の集中ケア、若々しい輝きのあるツヤ肌を手に入れられるということで期待満々です。で、今回とっても興味深かったのが、使用開始直前までフレッシュな状態で密封しているフェルラ酸と発酵エキスのベースと混ざり合って、そのフレッシュなフォーミュラを解き放ち1ヶ月の集中ケアができるそうなんです。なので、このその混ざり合う瞬間をぜひ動画でお伝えしようと思って、早速開けてみましょう。こう使用方法を見ながら、まず出します。あ、すごい高級感、嬉しい。これとこれが入ってます。ステップ1、ブレンドアウトリッチの浄土を押して湿ってください。これによりフェルラ酸とビタミン E が乳酸菌エキスが豊富に配合された発酵エキスのベースと混ざり合います。へえ、ドキドキの瞬間。これたくさんね、なんか調べてたんですけど、ふわーって出るらしいので、その瞬間を一緒に、上部を押してひねってください。いきますよ、見逃さないように。せーの、反対かな。あ、ちょっと見えなくなっちゃう。いきますよ、難しいね。すごい出ましたね。で、見て、すごい出て混ざり合いました。混ざり合った。ちょっとこれすごい感動します。で、フォミュラが均一に混ざるようにボトルをよく振ってください。振ります。おお、見て、ブルーがなくなった。すごい、ちょっとなんかこういう感じ。そしてステップ3、カラーのブルーカートリッジを取り外してください。あ、これで今カラーになったんだね。で、代わりにシルバーピペットこれを取り付けてください。では差し替えます。おー、出てる。そしてこれを、こういうことだ。あー、完成。最初の時と全然、最初の写真撮るの忘れた。まあいいか。こういう感じで混ざり合いました。これで、これは1ヶ月間の短期集中美容液として、毎晩化粧水の後にお使いください。使ってみます。で、はい、以上、揺らいだ肌も若々しく輝くツヤ肌印象へ導く発酵生セラム、ジェネフィックアドバンスとデュアルコンセントレートの
ご紹介でした。早速ちょっと使ってみよう。ちなみに夜の使用の推奨とのことなので、本日より毎晩集中ケアしてみるので、効果はまたアップするので楽しみにしてください。せっかくなのでちょっとつけてみます。あ、すごい。あ、見て、ここかわいい。ここランコムのマーク、はい、見えるかな。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。概要欄のところに Twitter、Instagram URL 載せておくので、ぜひそちらもフォローしてください。